最初誰だか分からなかったらしいんですよ、四人島に来た時。そしたらまあ、この時と全然もう違うんで、この時はもう寝たきりで、もうパジャマとかそういう感じで、もう頭ボサボサって、こっちはもうお化粧してきれいにしてきたんで、最初分からなかったらしいんですけど、でこの時にもう走ってきたっていう状態だと、先生喜んだその感じで来たって。でこれがもうすごくまあ楽しくて嬉しかったらしくて、今でもそういう話するんですけどね、まあ、寝たきりがここまで良くなったっていうのは、まあ、佐野先生の身をもって自分でも分かってるから、すごくまあそういう話するって、それを嬉しそうにした、ね、今でもしますから、まあ、そういう方ですね。これあとこの男性は側腕っていうより前から出てる方、前に前屈、前屈です。前腕っていうこう前にこう曲がり出してで、10分でもう立った。新潟の男性です。